創業当時からモノクロ印刷会社としてお客様の課題解決を支えてきた共栄堂印刷株式会社様。ニーズの拡大に向け、カラー印刷の内製化を推進する目的で29インチ毎用 UV インクジェットプリンティングシステムインプレミア IS29 を導入されました。早速萩原社長に導入の決め手をお聞きしました。これから UV 印刷に突入していくとなった場合に、当たり前ですけど後者ですから、技術者がまずいないと。で、技術者ってそんなに一長一短で誕生するものじゃないじゃないですか。ってなった時に、技術者の養成が不要でかつ安定的に高品質な印刷をできる機械って何なんだろうってなった時に、自分の中ではデジタルオフセットだったんですね。で、そんなデジタルオフセットのいいものを探してた中に、巡り合ったのがインプレミアム IS29 ですね。私の大好きなキーワードは兼ねるですから、色域の高さを兼ねてるということで、写真をよく見せるためにどうするか、要は色光っていうものをですね、結構求められて印刷に回す機会って多いんですね。特に弊社洋服のブランドさんともお取引があるので、色光って結構うるさいんですよ。色光を本気構成で出すお客様だったら、インプレミアムの、それこそ一発で色が出るっていうスピード感とか手軽さっていったら語弊がありますけど、そういったものと金額的な比較をすれば、印刷面では大量にするオフセットにはかなえないかもしれないけれど、本気構成を含めたそういったプロセスにおいて、結果的に安く商品をお客様にご満足いただける価格帯でご提供できるんじゃないか、お客様にとってもメリットがあるし、そこら辺もベストソリューションじゃないですけど、ご提案できればお客様にとってもメリットがあるし、弊社にとっても回転率が上がるしという形で、働く営業スタッフにですね、不自由をかけさせたくないっていうのが IS29 を導入するに至った一番の経緯ですかね。では気になる導入後の評価をお聞きします。ソーロット多品種強いんですよ、すごく色も安定しててありがたいですみたいな、そういった高評価もいただけているので、そういった形で小ロット多品種の分野においては絶対的なパフォーマンスを発揮できるんだなと、私自身が実感に変わってますし、 IS29 で印刷をしなきゃいけないようなクライアントっていうのは当然色とかにこだわってるので、安かろう悪かろうではなくて、いいものをより適正価格で求めるっていう部分に関してはすごく目が超えてるのかなと思ってますので、自分写真集を作りたいってなった時に、写真が綺麗な印刷機って何かありましたっけと、どっかで聞いたことありますねと、 RGB で印刷するそうですよとってなったら、高く売ろうと思えばいくらでも売れますけれど、そういった機械の特性を生かしてお客様に感謝されれば次のビジネスにつながりやすいんじゃないかなと。続いて性能面を中心に土田事業本部生産課課長にお聞きします。このデジタル機は本当にすごいなと思うのは、本当に要はもうデジタルの写真撮ったままが紙にそのまま刷り込まれるっていうかね、紙に写せるっていうぐらいすごいと思ってるので、これはなんとか売りにしてうちの営業にもどんどん売ってこいって話はしてるんですけども、こちらから行くともうこのちょうどこの人物の肌色もそうなんですけど、こういう口紅の色とかが今まで多分オフセットだとこんなに鮮やかに出てないと思うんですよね。出せるのかもしれないですけども、相当苦労するんじゃないかと思うんですけど、これ実はもう証拠というかデータそのまんま出しただけなので何もいじってないで、これだけのものが上がってくるので、ただ1枚でこれが出てくるっていうのはデジタルのすごいところかなと。あと今多分こうアニメとかのこういう色ですかね、そういう色域も広いのでかなりいろんな色が綺麗に出せているんじゃないかなと。このオリジナルのカラーガイドをとりあえず作成して、マットコートと上質でディックとパントーンというようなカラーガイドを作って、イメージを合わせてうちの方でデータを作って、
ありとあらゆる色を表現できるように、このレザックなんですけど、今までのデジタルだとレザックどうしてもこのエンボスの部分があるんで、へこんでる部分がインクが乗らなかったり、まあいろいろと問題があって、ちょっとデジタルでも避けてた部分なんですけど、このインプレミアはもう全然、エンボスも関係なく綺麗に刷れますんで、大変お客様から喜ばれています。こうしたさまざまな商品を実際に生産してきたのは木村オペレーターです。使い勝手についてお聞きします。うまく紙詰まりもなく、まあ、印刷物もスムーズに印刷できるという点です。まあ、写真もはっきりと綺麗に印刷されて、やっぱデジタルだと点灯ってあまり良くないんですけども、この機械はちゃんと針も厚もあるので、まあ、ちゃんとした点灯で印刷されるところです。 RGB のデータを使った印刷物は他の CMYK と比べてもやっぱ綺麗にはっきりと、であと鮮やかに出るので、そこもまあいい点です。29インチ UV インクジェットインプレミア IS29 の高い能力、それらを共栄堂印刷様は導入早々にもかかわらず引き出されていました。マルチプレイヤーですよね。それこそインプレミアの大きさが擦れればオリジナルのパッケージも擦れますよね。弊社プロッターもあるのでってなった時に、誰かに何かをプレゼントする時に一番大事なものって何ですかってなったら、多分包装だと思うんですよ。パッケージだったりするんですよ。でそういったものをオリジナルで作ってあげたいとか、自分で作ったものがピチッと収まる箱を作りたいってなった時に、インプレミアムさまざまな活用方法があるんじゃないかなって。でそこって儲けるとこじゃないじゃないですか。そこで儲かるんではなくて、そこの次のステージ、そういった技術力の高さによってお客様に期待をさせることによって新たなビジネスの注文につなげるといった、未来を作る仕事をするのがやっぱり小ロット多品種の一番のメリットだと思ってます。今後の共栄堂印刷様に注目です。